皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はニコニコ動画にいただいたご質問にお答えをしていきたいなと思います。トレーニング、特にベンチプレスの重量が伸びなくなりましたと、トレーニングの停滞期脱出方法を教えてくださいということですね。この質問にお答えをしていきたいなと思います。私がね、パッと思いつく対策としては3つあります。1つ目なんですけども、まあ、これね、一番手っ取り早いんじゃないかなと思うんですけども、ちゃんとしたコーチに習うことです。筋トレって特殊だなと思うところがあって、我々競技者もそうなんですけども、あんまりコーチをつけるっていう人がいないんですよね。まあ、野球とかサッカーとかっていうスポーツだったら絶対まあ指導者がいるわけじゃないですか。そういう方にいろいろ教わりながら上達をしていくんですけども、筋トレになると皆さん YouTube とか本とかを読んで自己流で結構やってる方多いと思うんですね。でこうやって停滞した時もなんとかこう自分の力だけでどうにかならないかな、なんとかしよう落としてしまうという方が非常に多いと思うんですけども、筋トレもやっぱりですね、野球とかサッカーみたいなスポーツと同じで、より重たい重量を上げるためにはそのためのこうテクニックっていうのがやっぱりあるんですね。特にベンチプレス、スクワット、デッドリフトみたいなビッグスリーと言われる種目なんかは、そのね3種目でパワーリフティングっていう競技ができているぐらい、やっぱりすごい奥の深いトレーニングになるので、しかるべきコーチにお金を払ってですね、相談していただくっていうのが一番手っ取り早く重量を伸ばしていけます。私もですね、実はベンチプレスものすごい苦手で、トレーニング始めてからですね10年ぐらい100キロ上がらなかったんですね。まあ、ベンチプレス100キロっていうと、トレーニングしている男性の中ではこう一つね大きな目標じゃないですか。自分の中でこう自信が持てる数字なんで、僕もねベンチプレス100キロ上げたいなってずっと思ってたんですけども、95キロからですね全然もうそこから先が上がらなくてですね、困っていたんですけども、この会社にですね就職をして、リアルスタイルフィットネスクラブの田中トレーナー、パワーリフティングの近畿チャンピオンなんですけども、彼にトレーニングの組み方、フォーム、そういったコツを教えてもらって、2週間ぐらいであっさりですね100キロスッとクリアしたんです。そこから2年ぐらいで、いわゆるストリクトなフォームではないですけども、お尻をね高く上げるようなフォームではあるんですけども、150キロまで、ベンチプレス伸びまして、だからこそですね、伸び悩んだ時っていうのは叱るべき人にしっかり相談をして教えてもらうっていうのがすごい大事なんだなっていうのをその時に痛感をしまして、だから私今年の減量もですねコーチにお金を払ってですね教えてもらったりとかですねしたんですけども、まあそういう方をちょっと探してね相談してみるっていうのが一番先に考えていただくといいんではないかなと思います。2つ目なんですけども、しっかり栄養を摂るということですね。これ私がトレーナーをやっていた時によく見かけたケースなんですけども、トレーニング頑張ってる特に男性の方っていうのは筋力をつけていきたい、筋肉量を増やしていきたいっていう目標もあるんですけども、それと同時にこういい体になりたい、腹筋割ってちょっとねかっこいい体になりたいって思ってる方も非常に多いので、なかなかねベンチプレスも全然伸びないんですよとか、トレーニングの重量全然伸びないんですよっていう方に詳しく話を聞いてみると、太りたくないんで糖質制限してますとかですね減量してますっていう方が結構多いんですね。トレーニングの重量っていうのは筋肉量に比例して増えていくものなので、まあもちろんねそれ以外にこうテクニックの要素ってあるんですけども、当然同じテクニックであれば筋肉量は多ければ多い方が重量は上がっていくので、重量を伸ばしていきたいっていう時にこう減量しながらやっていくっていうのは実は非常に効率が悪いんですね。トレーニングをしてしっかり栄養を補給して回復させてあげるっていうサイクルが非常に重要なので、減量しながらですね重量を伸ばしていくっていうのも可能ではあるんですけども、非常に難易度が高い、効率の悪いやり方なので、重量を伸ばしていきたい、そっちの方を最優先で考えていきたいという時にはですね、体重が増えてしまう、体脂肪が増えてしまうのは妥協していただいて、しっかりね栄養をとっていただく、タンパク質はもちろんですけども、炭水化物、運動の時のエネルギーになる、トレーニング後にこう速やかにね筋肉を回復させるための材料にもなりますので、しっかり栄養を補給していただいてトレーニングに臨んでいただくっていうのを意識していただくだけで、停滞をポーンとね打破できる方たくさん見てきましたので、トレーニングだけでなくて栄養の方にも目を向けていただくっていうのをおすすめをしています。3つ目なんですけども、伸ばしたい種目のトレーニング頻度を増やす
ということですね。特にベンチプレスとかスクワット、デッドリフトみたいなビッグ3とかですね、コンパウンド種目と言われるような高重量を扱えるようなトレーニングに関しては、その種目をやればやっただけ技術が向上していって重量を伸ばしやすくなるっていう側面があるんですね。他のスポーツに例えてね、考えてみていただければ分かりやすいと思うんですけども、週に1回野球の練習するよりも週に2回3回やった方が野球うまくなるのはこう想像つくと思うんですね。それと同じように、例えばパワーリフターの方なんかはベンチプレスに集中して伸ばしたいときは、まあ怪我に注意しながらですけども、毎日ベンチプレスやるっていう方もいたりします。まあ期間限定でですけどね、そういった形でこう伸ばしたい種目にこうちょっとね集中をして、その種目の頻度を増やしてトレーニングをしていただく、こういうのも停滞をね打破するのに非常に有効ですので、考えていただければなと思います。まあぜひねコーチに相談してみたりとかですね、栄養摂取ちょっと見直してみたり、トレーニング頻度を見直してみたりということを意識をしていただければなと思います。それでは今回はですね、トレーニングの重量が伸び悩んだ時の対策についてお話をさせていただきました。他にも聞きたいことがあれば遠慮なくコメント欄に書き込んでいただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。